皆さんこんにちは。大横綱である貴乃花元親方の父親は名横綱だった輪島博さんではないかと噂されています。画像を見ると輪島博さんと貴乃花元親方はそっくり似てるように見えます。貴乃花元親方の母親である藤田紀子さんはこれをきっかけに DNA 鑑定をするのかが早くも話題になっています。今回は貴乃花元親方の本当の父親についてと婚約破棄についてご紹介します。大人気力士大横綱である貴乃花元親方の父親は輪島博さんではないかと噂になっていますね。貴乃花元親方がそっくり似ていることが理由のようです。確かに若鷹時代を作った貴乃花元親方と花田勝さんは兄弟でも似ていないとも言われていたことがありましたね。お二人の父親は元大関で大活躍して大相撲を沸かせた二子山親方こと貴乃花俊明さんということはよく知られていますよね。ただ貴乃花元親方と二子山親方こと貴乃花俊明さんとはあまり似ていないとも言われていました。このことから輪島博さんが貴乃花浩二の本当の父親ではないかと噂が立つようになったようです。輪島博さんは昭和の大横綱である北の海さんと並び凛子時代を作り上げたと言われるほど一世風靡しました。輪島博さんは金沢高校から日本大学に進学して名門の相撲部で大活躍しました。日本大学時代には2年連続で学生横綱に輝き通算で14個のタイトルを獲得した輝かしい実績があります。日本大学を卒業する前の1970年に花籠部屋に入門して1月場所に幕下で初土俵をスタートしました。2場所連続で全勝での幕下優勝を達成して最短記録で十両入りを果たします。十両での4場所を経験してから新入幕を果たしました。初土俵から1年という短期間での異例の昇進でした。その後も順調に出世していき1972年9月場所が終わった後に大関に昇進しました。大関になって4場所を経験した1973年5月場所で見事な全勝優勝を飾り第54代横綱に昇格しました。初土俵から3年半の超短期での横綱への出世でした。横綱になってからは北の海日本相撲協会前理事長と2人で凛子時代と呼ばれる相撲の黄金時代を作り上げました。まさに一世風靡をしたのです。輪島博さんは1981年に相撲から引退して花籠部屋を受け継ぎました。その後の金銭トラブルが原因となって1985年に日本相撲協会を退職したのでした。その後は驚きのプロレスラーに華麗なる転身を果たしてプロレスの世界でも大人気となり活躍しました。次に貴乃花元親方と似ていると言われている人物についてご紹介します。まずは若乃花こと花田勝さんですが、花田勝さんの画像を見ると父親である二子山親方こと貴乃花俊明さんによく似ているように見えます。眉元のあたりは特徴的ですよね。貴乃花元親方の眉元は少し違うような気がしますね。輪島博さんの方が似てるようにも見えますね。母親である藤田紀子さんには似ている部分がありますね。貴乃花元親方の目元なんかは母親の藤田紀子さんを受け継いでいる気がしますね。次は貴乃花元親方に似ていると言われている輪島博さんです。貴乃花元親方に似ているように見えますね。輪島博さんが昭和の大横綱で貴乃花元親方が平成の大横綱ということも共通点でしょうか。輪島博さんの DNA を引き継いでいるからなのでしょうか。そう思っても不思議なくらい似ているとも言えるかもしれません。容姿だけではなく強さの DNA も受け継いでいると考える人がいても不思議ではありませんね。輪島博さんが貴乃花元親方の父親ではないかと言われ始めたきっかけは1995年に発売された週刊誌がきっかけでした。貴乃花元親方が実は二子山親方こと貴乃花俊明さんの子供ではないと週刊誌がスクープしたのです。当時は平成の大横綱である貴乃花親方兄の若乃花で若鷹時代で大人気の時でした。そのスクープを受けて母親である藤田紀子さんは浮気についての話を否定したのです。否定した上で貴乃花元親方は二子山親方こと貴乃花俊明さんとの間にできた子供ということを話していました。ただ貴乃花元親方は父親が違うという週刊誌のスクープを信じていたとも言われています。それ以来母親である藤田紀子さんとは断絶状態が続いていて話もしていない状態だそうです。その他にも藤田紀子さんが浮気をしたのではないかと思わせるようなことがありました。貴乃花元親方の父親である二子山親方こと貴乃花俊明さんの残した遺言がありました。遺言には今後 DNA 鑑定をすることがあるかもしれない、
双子山親方こと貴乃花俊明さんの爪と髪の毛を残すように若乃花である花田勝さんに伝えたそうなのです。とても意味深な遺言ではありますが、このことが意味するのは、双子山親方こと貴乃花俊明さんも何かしら疑いの念を持っていたということでしょうか。貴乃花親方の母親である藤田典子さんは完全に否定していますが、双子山親方こと貴乃花俊明さんを含めて周囲からは疑いの念を抱いている人も多いのかもしれません。女優の宮沢りえさんと大相撲の元横綱でタレントの貴乃花光司さんのスピード婚約破局劇から30年が経過しました。芸能史に残る2人の婚約破局は未だ謎が多いですね。騒動とともにその後のそれぞれの歩みを振り返りたい。国民的美少女と呼ばれたりえが当時貴花田のしこ名だった貴乃花さんと電撃婚約したのが1992年10月27日世紀の婚約と日本中が沸きましたが、翌年1月27日に婚約解消、婚約発表からわずか3ヶ月で破局しました。宮沢りえさんは14歳の時、三井のリハウスの CM の初代リハウスガール白鳥玲子役でブレイク。だがりえさんの母親である子宮沢光子さんが所属事務所からの独立を画策、関係者の反対を押し切って個人事務所を設立。その後りえママとして剛腕マネジャーぶりを発揮していきます。1991年、りえさんが18歳の時、巨匠篠山紀信さんによるヌード写真集サンタフェを出版。発行部数は155万部を超え社会現象となるなど、りえさんは一躍トップスターになりました。こうしたりえママの手腕に多くの芸能関係者が脱帽したのは言うまでもないでしょう。各界のプリンスと呼ばれていた当時20歳の貴花田さんと電撃婚約、翌日のスポーツ紙全紙が一面で世紀のスピード婚約と報じました。交際が始まったのは婚約発表の約2ヶ月前からでした。10月に入ってから貴花田さんが電話で結婚しようとプロポーズ、りえさんが承知しましたと受け入れ、まさにスピード婚約でした。記者会見を開いた貴花田さんは2人で決めたことですと話しました。だが2人はすでにスターになっていたため、全てを独断で決められる立場ではありませんでした。しかも2人の場合、あまりにもことが性急で双方の準備不足は否めなかったのです。当時藤島親方だった貴花田さんの父と母の藤田典子さんはりえママと顔合わせを済ませていましたが、結婚後の2人の生活設計は何も話されていなかった。一番の問題は結婚後りえが芸能界を引退するか否かの話し合いが持たれてなかったこと。貴花田さんの両親はりえに芸能界を引退してもらいたかった。しかし婚約発表の段階になってもりえママの決心はついていなかったのです。しかし2人は1ヶ月後に正式に婚約し、挙式は93年5月28日と発表しました。ところが年が明けた1月6日に日刊スポーツが貴りえ破局と報じました。他のメディアは破局報道に疑心暗鬼でしたが、初場所後の1月27日に2人は別々に婚約解消会見を開きました。りえさんは話し合う時間が欲しかったと語り、芸能界引退の意思は貴花田さんサイドに伝えてあったが、りえママの了解が得られなかったと悔しそうに語りました。貴花田さんは自分の力のなさと語りましたが、真相は今一つ明らかになりませんでした。りえママは自宅に遊びに来た貴花田さんに酔った勢いで典子さんの悪口を言う。結果そのことが典子さんに伝わってりえママと揉めた。しかもりえがママ離れできなかった、それが破局の原因だと思いますよ。貴花田さんと婚約解消したりえさんでしたが、その後当時中村勘九郎だった歌舞伎俳優の子18代目中村勘三郎さんとの不倫騒動が報じられました。1994年9月に京都のホテルで自殺未遂、その後拒食症になり再起不能と言われたが、奇跡的に復活しました。2009年にはハワイ在住の元プロサーファーで実業家の男性と結婚、その後一児を設けたが離婚。2018年には元 V6 の森田剛さんと再婚しました。一方将来相撲界を背負って立つと言われた貴乃花さんだったが、弟子の暴力事件で相撲界を追われるように去り、タレント活動を続けています。マスコミを騒がせた婚約解消から30年、二人は波乱の人生を送りながらも今も活躍を続けています。いかがでしたか。今回は貴乃花元親方の本当の父親についてと婚約破棄についてご紹介しました。最後まで
動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。